株式会社昭王圏は、長崎県長崎市に本社を置く、カステラの製造業者である。1681年創業。カステラ元祖を名乗る老舗で、文明堂総本店、カステラ本家、福佐屋と共に、長崎三大カステラの一角であるが、他二社と異なり全国展開を行っていないため、知名度では劣る。カステラはもともと、 16世紀に長崎が開港して間もない頃、現在のスペインに位置するカスティーラ王国のパンが長崎に伝わったものだが、昭王県では、それに水飴を使用する等の独自の製法をとり、カステラを日本独自の和菓子とし、長崎カステラの普及に尽力した。チョコレート味のカステラを開発したのも、当社で当時世界的に流行していたチョコレートに8代目が出会い作られた。 チョコレート味のカステラそのものは、パウダー状のチョコレートを使用すれば、比較的に簡単に作れるところを、特注の板チョコを使用したものを生地に溶かし込むことで、しっとり滑らかな食感やリッチなコクが生まれ、濃厚な味わいに仕上げているのが特徴である。1900年、八代、ジョージ・アキラは、パリの大博覧会にそのカステラを出品して、名誉内銀杯を受賞し、続いて、 セントルイス万国大博覧会では名誉大金牌を受賞し他の博覧会に出品して多くの金賞を受賞した。ありがとうございます。